はい、こんにちは、T2K です。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回の動画は、昨日上げた動画の練習している様子になります。いつも練習するときは2時間スタジオを借りています。前半でロングトーンやスケールの練習をやって、後半は自由時間にして好きな曲ややってみたい曲を吹いています。なるべく力まないように意識して吹き始めるんですけど、譜面を追っかけることに気を取られてしまい、だいたい力んでしまっています。もっと楽に演奏ができるようになりたいです。それでは引き続き動画をご覧ください。力が入っとる。楽にいきましょう。力抜いて。今回もご視聴ありがとうございました。まだまだできないことが多くて苦労していますけど、サックスって本当に楽しいです。学生の頃の部活のように毎日やりたいくらいです。1年後、2年後と今より上手になれるように、これからも楽しみながらサックスと付き合っていきます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。